内田敏夫とは埼玉県出身の騎手である。浦和競馬場、藤原智之厩舎所属。勝負服の柄は、桃、白星さん、桃袖である。この勝負服の色にちなみ、ミスターピンク、ピンクの勝負師の異名を持つ。父がかつて川口オートレース場に所属したオートレース選手で、父の元同僚に地方競馬の宇都宮競馬場での関係者がおり、 その縁から紹介され、当初は、宇都宮競馬場で騎手となった。1978年10月7日、宇都宮競馬場にて初騎乗し、翌10月8日に初勝利を収めると、以降、地方競馬で通算3145勝、JRA で通算3勝を挙げる。この間、ブライアンズ・ロマン、ベラミロードなどの名馬と共に、栃木地区のナンバーワン騎手として、 北関東競馬のみならずダートグレード競争でも活躍したほか、中央競馬のレースにも起乗し、2002年のラジオ短波賞を人気薄のカッツミーで制し重賞制覇を果たしている。売り上げの不振や同じ北関東競馬に属する高崎競馬場、足利競馬場の廃止により単独での興行が困難となったことなどの原因により、2005年3月14日のレースを最後に、 宇都宮競馬場が廃止されたため、それ以降は、どこの競馬場、旧車にも定着しない、事実上のフリー機種として、日本各地の地方競馬場及び、日本国外の競馬場を転戦していた。2012年4月12日、埼玉県浦和競馬組合に移籍、小島一郎旧車に所属することが発表された。2012年度はそのまま各地を転戦し、福山、 岩手、園田、佐賀で起乗した。2011年1月9日、富山競馬第1レースで、海外通算100勝を達成した。同年4月3日、黒カップマイルを、明星オーペラ3区のソサルディマンで優勝し、韓国での重賞初制覇。小島一郎調教師の引退により、2014年8月1日付で、藤原智之旧社所属となる。 なお2013年現在、地方競馬において内田聖を名乗る機種は彼のみであるが、JRA 所属の内田博之との混同を避けるため、予想史上では内田都市と表記されている。反対に JRA の予想史には内田博之と表記されている。地方競馬では2012年に機種会所属機種制度が制定されるまでフリーの機種が認められていなかった。 そのため、期間限定機場機種制度を利用して、遠征先の競馬場の旧車所属となっての参戦となっている。多くの地区で機種の遺跡について事実上の年齢や人数などの制限を設けていることが、内田がこの形態を選ばざるを得ない要因の一つとなっていた。2000年8月から、ひまわるというインディーズバンドに、リチャード・ピンクという芸名で参加している。楽曲は、 自身が歌う、あかねや、ひまわるによる内田の応援歌、ピンキーピンキーなどがある。フリーになってからも起場した先で、内田大賞店と題するミニライブを行っている。2007年3月25日に、大井競馬場で行われた第6回の時には、遠征先のマカオから一時帰国して出演した。ありがとうございます。